どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。2023年10月14日から15日の2日間限定で Amazon 最大級の大特価セール Amazon プライム感謝祭が開催されます。このね、 Amazon プライム感謝祭って聞きなじみないですよね。毎年 Amazon プライムデーとかブラックフライデーっていうのは開催されますが、このプライム感謝祭っていうのはね、日本では今年が初開催になります。規模的にはプライムデーなんかと同じぐらい大規模なセール祭りになるそうで、大型家電とか家具、日用品、食品、美容系、もちろんねガジェットも100万点以上の商品が大特価セールで登場するというね、ビッグイベントになります。そんなイベントなのにね、急にアナウンスされましたよね。今日はこの Amazon のプライム感謝祭の開催概要と、やっておくべき事前準備、あと今回もすでにセールの対象商品の一部が公開されているので、こちらについてもねチェックしていこうと思います。よし、一緒にチェックしよう。まずプライム感謝祭の開催概要を見ていきましょう。こちらがね、Amazon プライム感謝祭のキャンペーンページなので、ページを見ながらね開催概要を見ていきましょう。このページとかこの後紹介する準備に関するページもまとめて概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらね活用してみてください。こちら見ていきますと、プライム感謝祭ありがとうをセールに込めてということで、10月14日土曜日の0時から10月15日日曜日の23時59分までということで、丸2日間ね開催されます。でプライム感謝祭と銘打ってる通りで、プライム会員限定のセールイベントになります。なので今年は Amazon プライムデーがね2回あるような感じですね。そう考えると今回もね見逃せない大セールになりそうなので、この機会を生かしてブラックフライデーとかで買おうと思ってた商品をねちょっと早くね大特価で手に入れちゃいましょう。はい、こちら見ていきますと、今回もね最大 12% のポイントアップキャンペーンというのが開催されます。こちらについては後ほど詳しく紹介します。で下の方を見ていきますと、まあ、今回もねいろんなキャンペーンが同時開催されたり、プライム会員のねメリットなんかいろいろ紹介されてるんですけど、気になるのはこれですね。プライム会員限定で新型 iPhone15 シリーズが購入可能というのがあります。こういう風にね全てのラインナップがずらっと並んでるんですけど、まあさすがにね値下げはされていないと思うんですけど、まあ、今回ね iPhone15 はね大人気みたいで、僕が購入した 15Pro Max とか 15Pro もね結構品薄だったり、予約できたけど発送が10月後半だったりという方もねいたようなので、もしかしたらねここから購入したらねすぐに入手できるのかもしれません。なのでねちょっとここも要チェックですね。あとはね Amazon Music Unlimited が最初の4ヶ月無料で音楽聴き放題とか、あとはね Kindle Unlimited もプライム会員だったら3ヶ月99円で200万冊読み放題とか、このあたりもね開催されるようですね。あと忘れちゃいけないのが、こちらの Amazon ギフトカードにチャージして 0.5% 分のポイント還元というところですね。はい、こちらもね後ほど解説します。あとこの動画の後半でお伝えしようと思ってるのが、こちらのねちょっと見せますプライム感謝祭セール商品というところですね。こんな感じでセール対象商品の一部がすでにね公開されていますので、この機会に購入した方がいい商品なんかもねこの動画の後半で紹介していこうと思います。はい、こんな感じの感謝祭で、見た感じねスタンプラリーとかはないんですけど、ほとんどね Amazon プライムデーと変わりないキャンペーンみたいですね。では続いて、そんなプライム感謝祭でお得にお買い物する事前準備を解説していきます。Amazon プライム感謝祭もプライムデー同様、 Amazon プライム会員だけが参加できます。まだねプライム会員じゃない方は会員になっておきましょう。概要欄にプライム会員に入会するための紹介リンクを掲載しておきますので、そこから入会して30日以内に Amazon で2000円以上のお買い物をすれば1000ポイントを受け取れるようになりますので、ぜひこちらもね活用してみてください。で、すでにプライム会員の方はまずはねこちらから見ていきましょう。はい、こちらですね。今回もこのねキャンペーンにエントリーするボタンがありますので、忘れずにこれをエントリーしましょう。押します。はい、これでエントリー済みとなりました。でもっと見るを押しますと、ポイントアップの方法なんかが簡単にね書いてます。この下の方にキャンペーン詳細ページを見るというのがあるので、こちら開きます。はい、こちらにねキャンペーンの参加条件が記載されていますが、まずはねキャンペーンにエントリーする、これ今押したので、もうこれでエントリー完了になってます。あとは今回のプライム感謝祭の期間内、10月14日から15日この期間内に合計1万円以上の買い物をしましょう。それで以下の4つの条件で最大 12% のポイント還元がされるという仕組みになってます。で、この下に最大 12% ポイントアップ還元の方法が書いてます。読み上げますと、まず Amazon プライム会員だったらプラス 2% で、 Amazon マスターカード
ードのお買い物でプライム会員以外だったらプラス 2.5%、 プライム会員だったらプラス 3%、 さらに Amazon のショッピングアプリ経由のお買い物で 0.5% がプラスされて、さらに今回は大型家電の購入で購入したものに関してはプラス 6.5% のポイント還元になります。これらをね組み合わせると最大 12% のポイント還元といった形になります。なので Amazon プライム会員でマスターカードを使って Amazon のショッピングアプリ経由で大型家電を購入すると、その大型家電に関しては 12% のポイント還元になります。お得ですね。ここでね注意しなきゃいけないことがあって、これね前回のプライムデーとかでもそうだったんですけど、このねポイントの有効期限というのがこのよくある質問のところにこっそりね書いてあります。ここ読み上げると、ポイントの有効期限はということで、本キャンペーンで付与された特典ポイントの有効期限は当該ポイントが確定される月の翌月末日となります。例えば2023年11月1日にポイントが確定された場合、有効期限は2023年12月31日です。有効期限を過ぎるとポイントは使用できなくなりますということなので、ポイントがね失効してしまうので、今回もねこういったポイントの有効期限があるので、こちらもね注意してください。はい、そんなわけでこれでねキャンペーンへのエントリーはできました。さらにポイントアップをさせる方法として、 Amazon ギフトカードにチャージするだけで最大 0.5% ポイントアップというのがあります。こちらがギフトカードチャージによるポイントアップキャンペーンの詳細ページなんですけど、こちらもね概要欄にリンクを貼っておきますね。こちらね Amazon のマスターカードを持っている方はマスターカードで購入した方が、さっき紹介した最大 12% ポイントアップキャンペーンが適用されるので、マスターカードを持っている方はそっちの方がお得ですが、 Amazon のマスターカードを持っていない方はこちらからねチャージをすることをお勧めします。マスターカードを持っていない方でギフトカードをチャージしたい方はね、まずこちらもキャンペーンにエントリーをちゃんと押しましょう。エントリーするボタンを押します。これね僕マスターカード持ってますけど、特にこれエントリーを押したことでデメリットはね何もないので、押すのはねどなたでもねこれを押しちゃって大丈夫です。で今エントリーしまして、で実際にチャージしていくわけなんですけども、チャージするときはこのチャージするボタンを押すと、はい、こういったね Amazon ギフトカードのチャージタイプというね商品ページに飛びます。僕もね購入回数9回ということで、もうめちゃめちゃここでチャージしてるんですけど、総額も何十万もねチャージしてると思います。でここでねチャージ金額がこういう風に選べるんですけど、1万円以上チャージすれば 0.5% 分の Amazon ポイントが付与されます。ポイント付与は11月中旬頃ですが、チャージした金額はねもちろんすぐに使えるようになりますので、チャージする方はねすぐにチャージしちゃいましょう。ここね金額は5000円2万円4万円選べますけど、ここにね自由に記入することもできるので1万円とかね入れてもいいですし、もうどうせ使うからって10万円とかねチャージしてしまってもいいと思います。僕今まではねだいたい10万円とか本当にねチャージしちゃってたんですけど、このね Amazon ギフトカードの有効期限はね10年ありますので、まあ、普段から Amazon で買い物をするような方であれば、まあ、高額をチャージしてしまってもそれでね 0.5% のポイントも還元されるし、この10万円なりをねまあ10年あれば使うと思いますので、全然ね高額のチャージしちゃってもいいんじゃないかなと思います。僕もねマスターカード持つまではね本当10万とか20万とかねチャージしていました。チャージするだけでポイント 0.5% つくんで、こちらもおすすめです。こちらのね Amazon ギフトカードチャージタイプの商品ページもね概要欄にリンク貼っときます。よかったら参考にしてみてください。はい、事前準備はこんな感じですかね。ではいよいよここからは事前予告されている値下げ商品をピックアップして見ていきます。紹介した商品はこちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではね、事前予告されている商品から気になるものをチェックしていきましょう。こちらがね、そのちょっと見せますというね、事前予告ページなんですけど、こんな感じでね、カテゴリー別で Amazon デバイスだったり、生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンとか、あとは食品飲料とかね、あとはホームキッチン用品とか、洋服シューズなんかもこういう風にね、事前予告されています。まあ、本番ではね100万点以上の商品が値下げされるという風になってますので、ほんの一部という感じだと思うんですけど、ここから気になるものを見ていきましょう。はい、まず Amazon デバイスから見ていきましょう。はい、まずこちらですね、おなじみの Fire TV Stick 第3世代です。まあ、ちょっと前の機種なので、まあ、安くね購入したいという方はこちらでいいんじゃないでしょうか。定価4980円ですけど、いつもねこれ半額ぐらいまで安くなったりすると思いますので、まだ Amazon Fire TV Stick
スティック持ってなくて、で 4K 映像じゃなくてもいいやという方はね、こちらでいいと思います。 4K の方がね、ボタン操作がスムーズというかね、こうカーソルの移動がスムーズだったりとか、ストレスなく使えるっていうのは正直あるんですけど、そこまでね毎日使わないよとかいう方であれば全然ねこちらでもいいと思います。そう考えるとすごい安いですよね。はい、多分ね2000円台ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。で、あとうちでも使ってますが、エコーショー5ですね。こちらはスマートディスプレイになってますので、ここに時計とかカレンダーとか表示させたりとか、あとはトゥードゥーリスト表示させたりとか、音楽とかの再生とかね、あとカメラ機能も、こちらオンオフはできますけど、カメラ機能がついていたりとか、声をかければその日のニュースとか天気を読み上げてくれたりとか、ほんと生活に関するあらゆることをやってくれるスマートディスプレイですね。僕は結構 Google を使っちゃうことが多いんで、 Amazon のねこのエコーショーはそんなに使ってない、時計としてしか使ってないというのは正直なところなんですけど、もちろん Amazon のねさんにも対応しているので、まあ、そちらよく使う方はねこの機会に購入してもいいんじゃないでしょうか。多分これもね半額ぐらいまで値下げされるんじゃないかなと思います。あとは Kindle Paperwhite ですね。オンラインリーディングをするときにはやっぱりねこれ見やすいですよ、読みやすいですよね。これもねいろんなモデルありますが、こちら広告なしのタイプですね。定価2万円ぐらいですけど、おそらくこれもねいやかなり安くなると思います。続いて最近の Amazon のプライムデーとかでは常連になってきてます Apple デバイスですね。 Apple の製品も安くなるようです。まずはねこちら AirPods ですね。第2世代です。 AirPods Pro ではなくて無印のね AirPods ですね。まあ Apple の製品ね普通に店舗で購入しようと思ったらなかなか値下げされないので、まあ、AirPods まだ持っていなくて Pro じゃなくてもいいよという方はねこれ狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。あと昨年発売されたばかりの iPad Air、 こちらもね値下げするというふうに予告されていますね。うちはね iPad mini を使ってますけども、このね iPad Air もね軽くて大きいな画面で持ち運びもしやすいですし、 iPad 持ってない方はねこの機会に狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。続いてデスクトップ周りのものいくつか紹介します。まずこちらはロジクールのトラックボール式のワイヤレスマウスですね。僕はこのね MX Ergo というのを持ってるんですけど、それね結構高いんですけど、これだったらね定価で7080円なので、もっとねさらにこれが安くなるというんだったらね狙ってもいいんじゃないでしょうか。このねトラックボール式のマウスってね慣れるまでちょっと使いにくいのかなと思いがちですけど、ちょっと触ったらすぐ慣れますし、めちゃめちゃ使い勝手いいのでこれねおすすめですよ。同じくロジクールのこちらは MX キーズミニですね。超コンパクトなキーボードです。デスクの上に置いてもねかなり小さなキーボードなので、まあ小さいからといってね打ちにくさがあるということでもなくて、普通に使いやすいけどコンパクトなキーボードなので、デスク上をねすっきりさせるっていう意味でもねこちらのキーボードおすすめです。これもね値下げされるというふうに予告されてますね。はい、続いてこちら CIO のケーブル内蔵のモバイルバッテリーですね。これね僕は実は使ってはいないんですけど、結構ねガジェット系の YouTuber さんみんなこちら紹介していたので、まあ、注目の商品なんじゃないかなと思います。僕ね結構アンカーさんの商品使っちゃうことが多いんでこちら使ってないんですけど、コンパクトで充電スピードも速いというものなのでね、こちらね狙っていた方も結構いるんじゃないかなと思いますので、まあ、この機会にねチェックしてみてもいいと思います。で続いてうちでね大活躍しているスイッチボットのスマートリモコンですね。こちらはハブミニという初代の方なんですけど、こちらもね安くなるというふうに予告されています。本当ねこのスイッチボットを中心としたねスマートホーム化っていうのがめちゃめちゃうちはかどってて、玄関のロックもスイッチボットつないでますし、あとねこのこたつの見守りカメラなんかもねスイッチボットのカメラを使っていたりとか、あとね屋外の植物の様子なんかをね遠隔でちゃんと見られるように、まあ監視カメラの意味も含めて屋外カメラとかも置いてますし、あとスマートリモコンとしてエアコンとかをねスイッチボットからコントロールしたりとかもしています。なので僕のうちには欠かせないものになってるんですけど、こちらのねスイッチボットスマートリモコンハブミニ、こちらもね安くなるようです。おそらくねスイッチボットはねこれ以外の商品もプライム感謝祭でね大幅値下げされるんじゃないかなと思うので、部屋をね一気にスマートホーム化したい方はね狙ってみるといいと思います。あとこちらはネイチャーのスマートリモコンですね。うちもねネイチャーのスマートリモコン最初使ってました。まあ今もね一部使ってるんですけど、こちらもね同じようにスマートリモコンとして使うことができます。はい、ネイチャーのスマートリモコン、ネイチャーリモナノというやつですね、ちっちゃいやつですね。これも安くなるようです。あとストレージ系だと僕がね全幅の信頼を置いてます、こちらのプログレードの SD カードですね。こちら UHS-II ということで転送速度も速いですし、比較的ねこの容量にしては安くて安定感もあるというね、データ僕飛んだこととかもないのでね、かなり安定感ある信頼のおける SD カードなんじゃないかなと思います。こちらもね安くなったら僕も今回この機会に購入しとこうかなと思ってます。
はい、続いてこちらサンディスクの外付け SSD ですね。 2TB で定価はね 27,311 円ということで、これ高く見えるんですけど、実は 2TB でこれぐらいの価格ってね結構コスパ高いと思うんですよね。しかもこれねこんなにコンパクトで薄型で、ここね容量いろいろ選べるんですけど、これね容量変わってもねサイズほとんど変わんないんですよね。一緒なんじゃないかな、一緒ですよね。はい、という感じで僕ねある程度の容量欲しいんで 2TB のものを何枚か持っていて、もう YouTube 始めた当初からずっとここの SSD をね使ってるんですけど、これもねまた値下げされるということなので、もう1枚ぐらいね追加で買おうかなとか思っています。この前ねこの最近購入した iPhone 15 Pro Max、 これにこの SSD を直接つないで ProRes で動画データをね直接データ転送ができるというのをね iPhone 15 Pro Max と一緒に買うべきアクセサリーを紹介する動画の中でそういった紹介したんですけど、例えばね海外旅行とかまた台湾とか旅行行った時とかに、ね、Vlog をねこれで今度撮ろうかなとか思ってるんですけど、結構ねその時データ容量がね増えると思いますので、直接ね iPhone 15 Pro Max からこの SSD にね録画しようかなとか思ってるんで、まあそういう意味でもね1枚ぐらいプラスで購入しとこうかなとか思ってます。 iPhone 15 Pro はねこう USB-C になったことでね、こういうね外付け SSD を直接つなぐことができるとかいうねメリットがあるんでね、いいですよね。はい、ストレージはねこんな感じですかね。あとはこれはですね歯ブラシですね。フィリップスのソニックケア電動歯ブラシですね。僕はねこれとは別のソニックケアの電動歯ブラシ使ってるんですけど、ソニックケアのね電動歯ブラシめちゃめちゃ磨き心地がいいというかね、ほんと歯がツルツルになるので、かなり細かい振動でちゃんと歯を磨いてくれるので、ソニックケアの歯ブラシなしではねもう僕の歯の綺麗さを保てないぐらいにね重要なものになってるんですが、これご覧の通りね定価そこそこ高いんですけど、これがね大幅値下げされると思いますので、もしね電動歯ブラシ探してる方はねこの機会にこちら購入してもいいんじゃないでしょうか。ソニックケアの電動歯ブラシめちゃめちゃおすすめです。でこれはね歯は関係ないですね、オキシクリーンですね。僕ね結構オキシ漬けやるんですけども、オキシ漬け皆さんやったことありますか？お風呂の床がね汚れているとか、キッチンのシンクが汚れているとかいう方はねオキシ漬けするとねもうピカピカになるのでね、ぜひやってみてください。定価で買おうと思ったらそこそこ高いんですけども、まあ、これがね安くなるということなので、まあ、僕はねほんとどうせ使うものって感じなので、この機会にね安く購入できるなら購入しようかなと思ってます。はい、続いて食品もね見ていきましょう。こちらはね僕まだ購入したことないんですけど、ずっと気になってるやつなんですよね。全部ヌードルというね糖質オフの豆 100% の麺ですね。パスタみたいな感じだと思うんですけど、僕結構ねパスタ好きなんですけど、やっぱりね糖質が気になってちょっと今日はやめとこうかなとか思うとき結構あるんですけど、糖質オフという言葉はね魔法の言葉ですよね。ちょっとこれねまだ食べたことないんで、実際のパスタと比べてどんな感じかとかちょっとわかんないんですけど、気になっていたのでね安くなるということならばこの機会にね試してみようかななんて思ってます。はい、続いてはこちらですね。松屋を一度に楽しめる九州30食のレトルトセットですね。一つ前でね糖質オフのパスタを選ぶとか言っときながらね、こんな高カロリーなものをね目がいってしまうっていうのがね人間らしくていいと思いませんか。はい、僕ね結構これ好きですね。松屋の牛丼、これまあ本当にレトルトでレンジでチンすれば松屋の牛飯とかがお家でねいただけるというものなんですけど、これ結構いいんですよね。チートデイじゃないですけど、自暴自棄になって今日は高カロリーな食べ物をねいただくぞみたいな日ってねやっぱたまにありますよね。マクドナルドめちゃめちゃ食べたい日とかあるじゃないですか。そんな感じで牛丼すごい食べたい日ってやっぱあるんですよね。そんな時に冷凍庫にねこれがあると、お家にいながらにしてね松屋の牛丼が楽しめるということでね、しかもこれは牛丼以外もいろんなこういうね生姜焼きなんかもねあったりするので、お家松屋ができるね非常にありがたいアイテムです。これね定価だったら 13,680 円と、まあこれ、まあ、こんなもんだろうって感じなんですけど、これね毎回結構安くなるんですよね。1万円切ってきたりするので、キーパーとか見ると前回のタイムセールの時かな6000円とかになってますよね。半額近くで値下げされる時もあるので、今回もね安くなってるようだったらこちらも狙い目だと思います。僕もまた買っちゃうかもしれないですが、ちょっと今冷凍庫がふるさと納税で溢れ返ってるので、冷凍庫のキャパシティと相談という感じですかね。はい、続いてまたカロリーの話になっちゃうな。カルビーのポテトチップスのり塩 60g×12袋、まあ、結局お前は痩せたいのか太りたいのかどっちなんだって感じなんですけど、僕ねこのねカルビー
ーの海苔塩好きなんですよ。たまにね食べちゃうんですよね。これをね箱買いしていいものかというね自問自答する毎日なんですけど、ちょっと安くなるようだったらね買っちゃいたいなという気もしてますね。はい、皆さんも好きですよねポテトチップス。こういうねお菓子関連も安くなるようです。はい、でもねポテトチップス食べ過ぎ注意なので、僕もねちょっとここはギリギリまでね葛藤するんじゃないかなとは思ってます。はい、今発表されている事前予告の商品の中で気になるのはこんな感じですかね。はい、そういったわけで今日は10月14日から15日まで2日間開催される Amazon プライム感謝祭の事前準備とおすすめの商品を紹介しました。プライム感謝祭当日になったらまたね実際に出品されている商品の中からおすすめのアイテムをねピックアップして紹介していこうと思っていますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。またねベルマークも押しておいていただけたら動画公開とともに通知がいきますので、ぜひね押しておいていただけたら嬉しいです。今日の動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや背中が熱い、すごい日が出てきた。